シーモネーターさんに影響されてラップを始めた男が政治ネーターになった。ウィル・スミスメインブラックから入ってデスティニーズ・チャイルドビヨンセファンだった俺、部屋中ポスターだらけ。なんか日本語のラップってガサガサして乗りにくいんだよね。滑らかさが足りないっていうか、怖いお兄さんがウォッウォッウォッって感じでしょ。俺は洋楽オンリーでいいわとかって価値観が全部ぶち壊れた夜、スカルド、ラディックス、こっち名前ボキだったか忘れちゃったけど、ヤスタに誘われていたラブイベント、ネーションワイド、ユーロと路線って感じがかっこいいやん。見直したぜヤス、いい感じほぐれてきたとこで出てきた、回るレコードの上走る人たち。え、プロ CD 出てるの？明日パルト買いに行くわ。いや教員も見れたわ、ありがとう。最後まで見てて、推しも冷んでるから、ほんとステージライト付き、守りみたいなグラサンに裸、猪木みたいなガウンに交換点、ごめんどっしぇ、しかもラップね。ひっくり返った表トーラー、びっくりするぐらい壊れたノーダウン。日本語でラップすんのも悪くねえな、もしやってみよう。ひっくり返った表トーラー、びっくりするぐらい壊れたノーダウン。日本語でラップすんのも悪くねえな、もしやってみよう。 DJ ギザセット買ったからつまろうぜ、今つかすクラッチクッソむずい、マイクさっさーなるよ、カセットテープに通ったら曲になるんじゃね。まあいつ彼女で聞いたこと内緒にしてたから、みんなでディスって聞かせよう。でこなくラップできたのはあの夜があったからこそなんだろうな。ダンジリダンジリジリダンダンヘッズだった間違いなく、僕の東京霞むぐらい激アツ、名古屋新をかけてレバー完結、クオリティ高い上にスタイルバラバラ、クラブで頑張って名前を上げたら入れるかもって夢に見ながら、メジャーがどのとか1ミリも考えたことなかったな。ひっくり返った表トーラー、びっくりするぐらい壊れたノーダウン。日本語でラップすんのも悪くねえな、もしやってみよう。ひっくり返った表トーラー、びっくりするぐらい壊れたノーダウン。日本語でラップすんのも悪くねえな、もしやってみよう。保存でやってただんじり祭り行ってました。誰一組として被ることないオリジナリティ溢れるメンバー、かつハイレベル、与えられた強烈なインパクト、憧れ。主催イベントやマイクリレーで追いかけてしまう理想像になってしまったのは間違いないと思います。